女海党は、中華人民共和国の軍人、中国人民解放軍の大将、革命初期から日中戦争にかけての公軍、八祖寺軍の指揮官、1940年に重病を患い、一戦から退いた、湖北省期堤県女野用に生まれる。1925年4月、中国共産党に入党し、直系軍閥、龍太スクリューの部隊で、 軍事教育を受けた。1926年夏、国民革命軍第四軍第十二師の、廃長代理となり、北伐戦争に参加した。渚ぎさ共戦役中、敵の四個砲兵中隊を撃破する功績を挙げ、昇進した。1927年の革命失敗後、故郷に戻り、川口区農民自衛隊隊長となり、鎌港中に中共支部を樹立した。 同年11月、大巻に,に参加。学予官革命熱エ地の帰革率中、群衆から女郎子と称された。その後、中京区委員会初期、県赤英軍大隊長、中国高農工軍英長、団長、市長を歴任した。1932年秋、第四方面軍主力が学予官を離れた後、国民党軍による総統作戦の情勢化、 残留した部隊をまとめ、第25軍、第28軍を創設し、その副軍長、軍長となった。学東北、関西で遊撃戦を展開しつつ、各谷川、半谷川、関門口、葛藤山、長峰三影、太古、国産祭等の戦闘で勝利し、破壊された、革命ね末地の回復に努めた。1934年11月、 第25軍副軍長に任命され、軍長ほどしか、政治委員監関先と共に部隊を率いて、国民党軍の包囲、追撃を逃れ、2ヶ月後に、千南に侵入した。中共学予選商位初期代理に任命。学予選革命ネスエチの確立中、先日後田の作戦方針で、遊撃戦を展開した。千南赤東寺と、円や溝の口等の戦闘を指揮し、 国民党軍の二次にわたる攻撃を撃退した。1935年7月、中共中央が河北松半地区に到達したことを知ると、部隊を率いて、監縮でこれを出迎え、祭壇道を遮断して、敵の大軍を足止めした。9月、第25軍は、千北衛兵陣に到着し、第26軍、第27軍と統合されて、第15軍団が編成された。 女会党は、軍団長に任命され、帝氏か、粒氏担当と共に、老産戦役を指揮した。第一方面軍編入後、自から鎮、統制、精製及び山城補党の戦役に参加した。1936年12月、中央革命軍人委員会委員となり、皇軍南土軍の葬式を担任した。日中戦争初期、 八祖寺軍第百十五市第三百四十四度度町に任命され、平方関の戦闘と、進む東南端、旧祖寺加古以降に参加し、町天頭の戦闘を指揮した。1939年9月、劉暢期に従い家中に赴き、新四軍江北式部副式県第四、死体司令院に任命され、地下へ陰の戦闘を指揮して、 韓東港日の SH の発展に寄与した。除海党は、戦時中に急度負傷し、1940年には、重病を患った。中華人民共和国建国後、中央人民政府人民革命軍事委員会委員、国防委員会委員となり、中共第8回、第9回中央委員に当選した。1955年、大将の階級を授与された。闘病中に、 くれない25軍戦士を著作した。文化大革命中、林彪、後世等の迫害を受け、1970年3月25日、河南省帝州市で死去した。ありがとうございます。